皆さん、ゆっくり休めましたか？みんなでお風呂を楽しんだから元気いっぱいだよ。それでさ、イースンに聞きたいことがあったんだけど、アール姫の居場所って分かった？あれから随分経ってるから姫もそろそろ限界のはず。何でもいいから教えて。すみません、状況からいくつか目星はつけていますが、正確な位置まではまだ不明です。人がいる以上、必ず食料などの動きが出ます。張っていれば、いずれ尻尾を出すはずです。もう少しお待ちください。次の目的地は予定通り富士山ってことになるのかしら。その前にみんなで目星を総当たりするって手もあるけど、姫の方は調査結果を待つべきね。総当たりだとかえって時間がかかるわ。確実な方からよ。ごめん、私はいけない。みんなと一緒にいたのは姫がいる可能性があったから。私の任務は姫の救出。ここからは一人でやる。君たちは富士山へ行って、私は世界の平和より姫を取る。だからここでお別れ。謝ることはありませんわ。主に仕えるのが忍びの務め。私もそちらに行きたいぐらいですわ。むしろこっちこそ手伝えてなくてごめん。私たちの任務はスチームレギオンの打倒で、でも別の任務になっても仲間だからね。すまん、俺は記憶というものを失っていてな。姫が誰かわからん。だがこっちは任せろ。ゴーは姫のこと元々知らないでしょ。でも姫はね、会ったら忘れられない可愛さだから、楽しみにしてて。勇気、勇気、聞こえますか？そうそう、声もこんなに可愛く。姫、無事で。私信じてた。よかった。なんだこれ、アール姫なのか？ってことはこれがビジョンか。勇気も無事そうで、力が通じてよかった。これで。そこはどこ？すぐ迎えに行く。わかりません、どこかの洞窟です。時間がありません。今から広範囲のビジョンを使い、洞窟の外を送ってみます。待つんだ、そんなことして平気なの？顔色も悪いのに。少しなら。だからお願い、私を見つけてください。私も勇気を信じてます。消えちゃった。姫の声も聞こえないし、限界だったのかな。みんな今の場所わかる？ダメだ、わからない。どこかの峡谷、 V の国じゃない。すまん、俺は。ゴー、それはいいから。今のは鳩の国でもないわ。マーベ国でもありませんね。私たちの国以外だと絞りきれないかもしれません。そこまで考えて場所を選んだのなら大したものです。あれは通報峡谷ですね。目星をつけていた一つなので間違いないでしょう。ここから西にある峡谷です。わかった、私行ってくるね。ゆうきさん、私たちも行きます。場所がわかっているのなら姫の救出に行っても問題ありませんわ。方角は同じようですし、他の流派とはいえ妖怪に組みした忍びなど見過ごせません。ああ、単なるついでだ。だいたいな、結城は前回逃げられてるんだ。
私たちを頼れ。でもダメ、やっぱ頼れない。これは私の問題だから。君たちは世界を心配しなくても、姫は私の命に変えても助ける。ああもう、勇気の問題は私たちの問題なの。ここで一人で行かせたら気になって世界も救えない。だから行くの。これでいいでしょ。素直ではありませんわね。私もずっと気になってますから、間違ってはいませんけれど。イストワーズ、それでいいか。アール姫を救出後に富士山に向かう。そうですね、皆さんで行ってください。目星がついていたのに見つからなかった場所です。洞窟と言っていましたし、人手が必要でしょう。ありがとう。お願い、姫のために力を貸して。もちろんだよ。いやー、話がまとまってよかったよかった。ということでイズ、あとは私たちに任せて。ネプテューヌさん、皆さん、それではミッションを言い渡します。速やかにアール姫を救出し、スチームレギオの目的阻止に向かってください。今回の件、アール姫は鍵になるかもしれません。皆さん、頼みましたよ。